ちょっとちょっと中途半端になちょっちゃったね中途半端になちょっちゃったねまあいいやリディアンスケールねあのずっとねあのスケールとモードの説明やってますんでね30年間わからなくてもねもう3時間で全部理解できるわけねさあアコギだけ弾いてさチャラチャラ長渕だけ練習してってもわからんよ他のコードやらんとね リディアンスケールはさっき言ったように像4度増4度ということはこのここよ C 4に対してこの C 4に対してこの音ねこれこれ像4度の音ねルートに対して像4度の音これがリディアンスケールだからトライトーンは全3音だから123ここよこことこことここが同じ音ね トライトーン全 3, オンね3つの全音の部分をトライトーンというわけこれがルートに対してゾウ4度になるわけねルートに対して123ここがトライトーンでこうやつとこやつが同じ音だからこれがゾウ4度になるわけこのことをこのリディアンスケールというのは説明してるわけね リディアンモードというのはメジャースケールのこの4番目の音をシャープさせますよと。じゃあリディアンスケールってじゃあどうなるのってなってこう C のリディアンスケールね。C のリディアンスケールは G メジャースケールと同じよね。G メジャースケール。G メジャースケールと構成音が同じ。C から数えて増四4度になってますよね。1、2、3。増四4度。 じゃあ C のメジャースケールと同じ G メジャースケールと同じ G メジャースケールは A のドリアンスケールと一緒だったですよね A のドリアン A のドリアンで一緒だね A のドリアンスケールと同じ A のドリアンスケールというのは A マイナーペンタトニックスケール A マイナーペンタトニックスケールに2音足した やつだった A マイナーペンタトニックスケールここが抜けただけだったですよねということは何が分かるかというと G メジャースケールいわゆる G メジャースケール G メジャースケールはこれ E マイナースケールなんだけど G メジャースケールは A マイナーペンタトニックスケールがあって A ドリアンスケールがあって C リディアンスケールが入ってるわけよね。C リディアン。C リディアン A マイナーが入って、でこいつが3フレットずれたら A メジャーになって、これで A のドリアン D のドリアンスケールが入ってて、つまり G メジャースケールにして E マイナーだ。ここには5つのコードが入ってるわけね。入ってないのは A のエオリアンが入ってないだけですよ。 そのメジャースケールだから当然マイナースケールは入り込まないよね。だけどペンタだったら入り込みます。ここがちょっと違いますけど、ね、一応ね。ということは G メジャースケールを覚えることの意味、この G メジャースケールを覚えるということは何を意味してるのかと。こうやつが6度でしょ。これ6度。6度ね。これ、これした E マイナーですよ。E マイナー。E マイナー。 E マイナーっていうのは結局 G メジャースケールを覚えるということはあれどこだったっけね ?G メジャースケールを覚えるということはあれどこだったっけちょっとあれが長いな。 ちょっと分かりづらいな。モードで、モードでいくか。モードでいくと、これが、まあ、これが G メジャースケールになるんだけど、この E マイナー、G メジャースケールを覚えるということは、このすべてのモードスケールを覚えたことになるわけですよね。嘘でしょと思う、思うでしょ。そうじゃないの、嘘じゃないの、本当に。 G メジャースケールを覚えるということは全てのモードスケールを覚えたことになるわけ出発点が違うだけねでこれに気づくとじゃあそのゆりんさんモードスケールをこの勉強するということは一体何の意味があるんですかってなるわけよねリディアンというのはその像4度って分かりましたと要するに4度の音をシャープさせたらリディアンなんですリ,リディアンというのは F よね。リディアンというのは F メジャースケールですよ。F メジャースケール。F メジャースケール。このこの F メジャースケール、ここからメジャースケール取っていくんだけど、これは F マイナスケール。F メジャースケールね。同レミファソラシードってね、この F メジャースケール。 この F メジャースケールとこの C メジャースケールの違いは何ですかって答えになった時にこの縦の動きで見るのと横の動きで見るのはまた全然変わってくるわけねケージドシステムの A というこの音があってこの A という音をここまでいくとこれケージドシステムの C メジャースケールですよねでこれずっと下がっていくと もうこここまでいけば F になっちゃうんだけどここ上がってってまあこここうなるわけですよね。この C。でこれからドレミファソラシドッとこうスケール音階が出来上がるわけだ。ね。 ど、レ、ミ、ファ、ソラ、シードとここに C メジャースケールの音階が出来上がるわけ一つねでこれがこの F メジャースケールさっきの F メジャースケールになるとその F メジャースケールになるとここからファ、ソラ、シド、レ、ミ、ファとこう出来上がるわけねつまり この C メジャースケールのケージドシステム A フォーム A フォームこの A フォームのこ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 の,この丸のついたとこねここからスケールがこう始まるわけでギターの弦で一番大事なのは6弦の8フレットなのねでまあギターの弦で何で6弦の8フレットが ちゅうともう6弦の8フレットからスタートするフレーズがもう全てのフレーズの基本になってるわけねそのドレミファソラシドってその C でこう鳴らす時のドレミファソラシドってこう縦に動かせばいいんだけどスケールで見た時にはドレミファソラシドって動かすわけねその時に「全全全全全全全」 半とか動かすわけねでスケールっていうのはこの全全全と動かすか全全半と動かすか全半全と,と動かすかこの3パターンしか存在しないわけよねギタースケールっていうのは全全全と動かすか全前全前前半と動かすか全半全とこの3パターンしか 存在してない全、ね、この半全と動かすか全全半と動かすかもしくはえー、っとここか全全全と動かすしかもうこのこの3パターンしか存在しないわけでそのギターの理論が分かってない人はこうなんて言ったらいいかなこのギターのその 音歌のこのこれね「前半全と動かすか「前々」前と動かすか「半の前半」あの前半とこの3パターンしか存在してない、うん、そのフレーズの動きをこうまだそれ以外のフレーズの動きがあるかのようにこう書いてある本があるわけね。非常にその読者を困らせるというかさ。 3パターンしかないわけだからスケールを練習する時にはこの要するにこのこのポジションで終わってしまうわけよねまあこっちに行くポジションもあるけどだから芸術システムの E システムがこの前回言ったように E システムがルートをこの D システムにし,し D フ, e e、D フォームの E 音に音を引き継いだ時にだけだけこのコードの連結が起きてここでフレーズのここ要するにここでいくとここよね D フォームこの D フォームと e, e フォームの連結の時だけがそのスライドギターが入るわけですよ。普通は入ららないわけだから 斜めにギターを動かしましょうとか縦に動かしましょうなんて市村正輝がめちゃくちゃなこと言ってるけどあれはこの E フォームと D フォームの連結を知らないで説明するからもう行き当たりばったりのめちゃくちゃな説明になっていくわけね。でその分からない人間がねこう分かったふりをして説明するのと分かってる人間が。 本当に説明するのでもう全然こう違ってくるわけですよね。ということでこのまた話を元に戻してリディアンリディアンというのはえ4番目ねアイオニアに対して4番目つまり八丁帳に対して八丁帳とねその C メジャースケール C メジャースケール C メジャースケール。 で、こと、このリディアンでしょ ?F リディアン。F リディアンですしょ ?C メジャースケールは F リディアン。あれ ?C メジャースケールは F リディアン。F リディアン。リディアンスリディアンスケールと。うん F リディアン。違う。C メジャーリディアン。 F リディアン。うんなんか違うの。C メジャースケール ?C メジャースケールは ?F リディアンと一緒なんだけどさ。F リディアン。なんで違うのこれ。これ間違ってんじゃないこれ。リディアンリディアンがない。リディアンね。F リディアン。 なんかこれ間違ってる、ね、ここれれがねこれ C メジャースケールと音の構成音が同じって書いてあるんだけどさ C メジャースケールと同じになった ?C メジャースケール同じか C メジャースケールと同じねここが増4度になるわけですよねでここが全然トライトーンを含むわけ だからトライトーンを含んで全3和音を含んでこの全3和音が増4度の関係ねっ全3和音つまりこことこの響きが来たらもうリディアンですよねこれフラットフィフスの音と同じですよねでもブルーノートのこのペンタトニックスケールの ペンタトニックスケールのマイナーペンタトニックスケールのここにブルノートと一緒になっちゃいますよねだけどブルノートとは違うわけですよね C メジャースケール C メジャースケールと同じになっちゃう C メジャーゾー4度ってねメジャースケールドレミファソラシド F のリディアこの ここからスタートしたら C メジャースケールのドレミファソラシドというこの F のリディアンスケール F から始まったゾー4度が b をに来るから C メジャースケールと同じになるわけですよねじゃあこれはどうなるかというとこれは D のこの D のドリアンと一緒ですよね C メジャースケールは D のドリアン D のドリアンスケールと一緒と ね構成音が同じ D のドリアンというのはここからドリアンですよ D のドリアンとここが D のドリアンとドリアンというのは D のドリアンはちょっとこれ分かりづらいなこの D のドリアンね D のドリアンは F のリリアンと同じですよ F リリアンとね全3和音がここに来てると。 これは C メジャースケールと同じ。ということですよね。D のドリアン。F のリディアンは C メジャースケールと同じで D のドリアンと同じ。A の A マイナースケールといい。だって E のフリジアンと同じ。E のフリジアン。E 音のフリジアン。E とここね。E のフリジアン。フリジアン。まあこのフリジアンになっちゃうんだけど。フリジアンこれ乗ってたかなこれね、フリジアン乗ってないか。 フリージャンは乗ってないんだけど、フリージアンスケールは、フリージアンスケールはね、フリージャンをっどこだフリージャン。モードで。もうこっちがわかりやすいかな。メジャー、メジャースケールとマイナースケールとありますよと。ミクストリディアンと アイオニアンとリディアンはメジャースケールです。こっちはメジャースケール、明るい感じのブライターって書いてありますね。シャープンブライター、フラットテンダークと暗いっていう意味ですね。ダークネス。エオリアンとフリジアン、フリジアン、フリジアン,ジアンとロクリアンは暗いです。一番暗いのがロクリアンね。フラットヒフスとフラットナインスを使うからね。インバート。でフリジアンもまあ増4度。フリジアンというのは あのリディアンは増4度ですよね、これ増4度。増4度を使って、まあ、ちょっとメジャー系の音に属するわけですよね。メジャー系というのは、その炭酸度か調3度かで、調3度を使う。これ全部調3度、調3度、調3度です。こっちは単3度、単3度、単3度ですよ。プラス、ね、えー、フラットナインを使いますよと。フリージャーね。だから、この。 さっきのこのフリジアンこの E という音に対してこれがルートでこれが1オクターブだからこうするとフリジアンになるんですねフリジアンこれ Am でするとここが Am になった時にこうするとフリジアンになっちゃうこれフリジアンですね音の響きがフリジアンだけどさっきのように C のリディアンにしてしまうとこっちが こう,こ,うこうなっただけですよ。でもルートはここですからリリアンにするとなんかスパニッシュ系には聞こえないですよね。この要するに1オクターブ上の音のフリジアンになるとこの1オクターブ上のここがこうなるとフラットナインが入るからフ,リあのフラメンコっぽく聞こえるんですけどね。もしくはこれを そのフラットナインの音をこう聞かせるその音を取りに行くとフラメンコっ聞こえるわけですよねだからフラメンコギターをやる時にはもうフリジアン E のフリジアンフリジアンスケールを使うわけですよね E のフリジアン E のフリジアン E のフリジアン,、e、ジアンこ,こ,ここですね F 音を取りに行くわけですよね かりますフラメンコをやってる人いますよねツイキャスであの裏から入る12拍子だから12拍子フラメンコ12拍子ですから3333のちゃ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 ってこう12拍子を11.5拍子でこうね一生懸命弾いてる若い人がいますよねまあ彼はまあ聞いててああフラメンコ一生懸命やるんだなってねもうリズムがねレガートとかスタッカートとかあの。 いろんなこうねね右手の動きが独特ですよねだからフリジアンっていうのは A フラットまあその A フラットっていうんだけどまフラット系にしないとわかんないかこれフリジアンね。 でフラメンコを弾いてみなさいって言ってもフラメンコ弾けないわけよねみんなねそう,そうよねフリージアンの音を取りに行かないとつまりフ,リフラメンコ弾くんだったらこことこことここを鳴らさない,いかんわけよねでこれフラットないここだけ鳴らすとちょっとフラメンコっぽいよねここも このフラットナインの特性音というのはこのルートに対して1オクターブ上もしくは2オクターブ上のフラットナイン1オクターブ上これがフリジアンですからこのフリジアンの響きというのはここを鳴らさないといけないわけですよねだから A フラット A フラットと A をこう引き合いに出せるでフリジアンのスパニッシュエイトスケールってありますよねスパニッシュ イーフリジアンのスパニッシュスケールとこのスパニッシュスケールっていうのはこれフラメンコに使うスケールですよねこれスパニッシュスケールまあちょっとスパニッシュスケールこれは1音足さないというスパニッシュ8スケールっていうんですけどこれさっきのフリジアンあのこのフリジアンねフリジアンスケールにこうこ,こ間が入ってますよねこれ これ一個多いですよねスパニッシュエイトスケールというふうになるわけですねスパニッシュエイトスケールだからフラメンコを弾こうと思ったら A と A フラットを鳴らしてその中でどの音を特選音として鳴らすかちょっとこことここですよ。 ですよねで A フラットと A のこやつのポジションをずっと押さえていくとフラメンコスケールになっちゃうわけですよ簡単でしょただしフラメンコやってる人はフラットフィフス使ったらおかしくなるからフラメンコやってる人はブルースは弾けないわけですよねもうブルースの音を取りに行った時点でもう間違いだからフラ 9の音じゃないからこれフラットナインですよさっきのはリリアンそのこやつはリディアンですよゾウ4度ですよねこれフラットフィフスじゃないんですよこれゾウ4度ここ5度だからフラットフィフスなんだけどゾウ4度ですよリディアンの場合はねとこの E のこのフラメンコの場合は ここがフラットナインですからフリジアンねフリジアンフリジアンはこのこのアイオニアンドリアンフリジアンだけがここロクリアンとフリジアンだけがフラットナインになってるでしょこの要するに単2度ですよ超2度じゃなくてこうこうねつまりスケールで言うと この E 音で言うとこの音ですよこの音ですよフラットナインの音を弾かないとフラメンコにならないわけですねアドナインスコードとか C アドナインスコードで E に戻すわけですよね ででまた A マイナーにしてここをフラット9持ち込むわけですよつまりフラットナインの音が特性音なわけだからこのフリジアンスケールっていうのはフリジアンはこの,この E から数えてこの F をこのフラットナインこのミーからしてファっていうのはこのインターバルはフラット2ですよねフラットナインこいつだけをもう特性音として何回も取りに行かないといけないわけですよ。 そうする A フラットでこれがフラメンコスケールですよだけどこのフラットナインの音はこことここと3箇所しかないのでここを鳴らしたらとここ鳴らしたら。 まあフラメンコに聞こえなくはないんでしょうけど聞こえないですよね。特性音じゃない音を鳴らしに行ってもフラメンコには聞こえないですよね。A フラットと A のこのインターバルの中で鳴らさなきゃいけない音はルートの隣こことこことここだからこことこことここを行ったり来たりするとフリジアンフラメンコになるわけですよね。ただそれだけでは 足らないのでで個ここにはまり込むわけですよね音がこれがいいスパニッシュフラメンコフリジアンスケールプラス1音スパニッシュギターでこれアルデメオラとかジョン・マフラリンとかバコデルシアがやってるフレーズですよねいやフラメンコはねまあちょっと特殊だからまあフォークとかアコギやってる人はもう全然指の動かし方が違うレガートとかね 12ちゃ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 っていうかま,あまたちょっと全然その取れ物も使えますしねあの減衰する音つまりアコギとかそのフラメンコギターっていうのはその音のそのリズムで鳴らすギターだからその減衰つまり音がこうピーンって伸びたらいかんわけねもうすぐ音がピッて死んでしまわないといけないわけこの減衰する音に対して次の音をジャラジャラってこう鳴らしまくるからフラメンコなんだから あのクラシックギターでフラメンコ弾いてる人いるけども邪道よね全然クラシックギターとフラメンコギターこの短パンの薄さが違うわけよねちょっと俺はフラメンコできるよって言ってクラシックギターでフラメンコ弾いてるバカがいますけどもう全く違うわけよも音を減衰させないといけないわけだからナインスを使いながらねだからもう全然もう分野が違うわけフラメンコはね ということですよじゃあこれで一応リディアンがねリディアンとフリジアンまで来ましたよねフリジアンねでミクソリディアン来てドリアン来てエオリアン来てこっち側も同じようなこの反対系ですからね6とマイナー6と単7度が入れ替わるだけですからね単7度経由のエオリアン単6経由のエオリアンねっていうなるだけですから。 でこのリディアン。リディアンは、リディアンドミナントスケールとリディアンのマイナーね。単7度。リディアンドミナントスケール。これは単なる像を4度だこれが単7度になる。セブンスが単7度。マイナー7になるわけですね。リディアン。リディアン。リディアン。これリディアン。D のリディアンね。 D のリディアンというのは ABCD のリディアンここ D に対してリディアン増4度ね増4度ということはこのトライト音全3和音,音だから全音が3つ1個は2個3個これとここがリディアンですよ D リディアンは D リディアンは BB B ドリアンスケールと一緒ねと B ドリアンスケール D リディアンは B ドリアンスケールと一緒。B ドリアン、B ドリアン、B ドリアンと一緒、ねえー。D リディアンスケールは B ドリアンスケールと同じで、なおかつ A フラット、A フラットのメジャースケール。A フラットメジャースケール。g, g シャ A フラット、G シャープメジャースケールと同じ。 ん違うあ、違うなん。A フラット。A フラットのここだよねん B。B のドリアンと同じですよね。B ドリアンスケールはんー違うな。A の A メジャースケール B ドリアンはドうれみはそらしいと A メジャースケールと一緒 ?A か A メジャースケールと一緒 ?A メジャースケールと一緒ですね。この A メジャースケールと一緒ですね。A メジャースケールは B ドリアンスケールと一緒で A メジャースケールと一緒ってことですね。ということになるわけですね。だから G のミクソディアンスケールを 練習するともう全て覚えたことになるということねだからこのミクソリディアンスケールは単7度が超特性音ですねだからミクソリディアンスケールは単7度を取りに行くだから C7 とか F7 とか B, B, B に使われるわけですねジャズにも使うでアイオニアンはこれ波長長ですからそのままで波長長そのままあのイオニアンエイオリアン要するにそのまま平行調として使うと それはピアノをやってる人たちの感覚になりますからねギターをやってる人たちの感覚はピアノはメロディーコードやりますからあのこれピアノやってる人たちはあのこのメロディーの中に全てそのコードも入ってるわけねだからそのピアノやってる人たちはどうあのギターをやってる人たちの感覚が全くわからないわけよ